今回は年賀状素材の画紙を全ブラシで描きました。その画紙画像をアイビスペイントでさまざまな文字に加工し変身させました。そして発信しました。参考にしてください。まだまだ描いて形にして年賀状素材を発信しますのでご期待ください。終わります。